南極収束線。艦隊前線のおよそ 200km 南にあり、二つの自然地理学的な地域区分を分ける境界線である。阿南極とは地球の南半球の地域の一つで、南極地域のすぐ北にある。井戸でいうと、おおよそ何46度から60度のあたり、阿南極地域の内インド洋と大西洋と太平洋の南部には島がたくさんあり。 南極収束線の北側には特に多い、主な海流の一覧図。世界の熱塩循環も南極寒流も地域、及び世界の気候に強く影響している。世界の熱塩循環の図。青い線は深海を、赤い線は表層を流れていることを示す。阿南極地域は2つの地理的区域と3つの異なる前線でできている。阿南極地域の北側の境目は、 幾分はっきりしない亜熱帯前線である。亜熱帯前線の南は地理的区域でいう亜寒帯である。亜寒帯の南は亜南極前線で亜南極前線の南は極前線帯と呼ばれる。そして南半球の亜寒帯と極前線帯を合わせて亜南極地域という。極前線帯の南の境界線を南極収束線という。 艦隊前線のおよそ 200km 南にある。アナ南極前線は、インド洋と太平洋では、南へ48度と58度の間に、大西洋では、南へ42度と48度の間にある。アナ南極前線や南極寒流の北側の境目で、ある。南極寒流は、南極海で一番重要な海流であり、地球を完璧に一周する唯一の海流でもある。 大西洋とインド洋と太平洋の南部を東へ流れる南極寒流は3つの別の海盆をつなぐ。海面から深海2000から4000メートルまで広がり、幅も最大で2000キロメートルあり、地球の海流の中では一番多くの海水を動かしている。ACC の流量は最大150スベルドラップで、これは全世界の川を流れる。 水の体積の150倍に相当する。南極寒流と世界の熱塩循環は水中の生物多様性と同じくらい地域や世界の気候に強く影響する。熱塩循環よりもずっと影響は小さいものの阿南極地域の気候に寄与する要因はもう一つある。それは熱塩循環による南極低層水の形成である。熱塩循環は 表層の熱と蒸発によってできる地球全体の密度勾配で動く世界的な海洋循環の一つである。南極海の様々な水海を表した図、いくつかの別個の水海は南極収束線のすぐ近くに集まっている。この収束線近くはかなり高い基礎生産力に特筆されるような独特の自然環境ができている。これにより、ここ以南の陸地と水域は、 気候学的、生物学的、水文学的観点から南極に属していると考えられている。しかし、南極条約の第6条には、この条約の規定は南位60度以南の地域に適用するとある。従って、政治的観点からは、南極とは南位60度以南のすべての陸地と棚氷であると定義される。南極本土とその周辺の島々の一覧。 南極周辺の島の一覧も、山椒内37度から40度は、亜熱帯高圧帯のすぐ南であり、トリスタンダクーニャ、アムステルダム島、サンポール島、ゴフ島などがある。これらはすべて孤立した火山島である。南極収束線よりもかなり北にあり、気候が比較的温帯に近いことから、普通は南極の島々とは考えない。 南イ46度から50度はホエル40度と呼ばれる領域に入っていて、クローゼイ諸島、プリンス、エドワード諸島、バウンティ諸島、スネアーズ諸島、ケルゲレン諸島、アンティポデス諸島、オークランド諸島等がある。これらの島はすべて南極収束線に近く、アナン極地域の島であると考えられている。南イ51度から56度には、フォークランド諸島、 イスラデロース・アストドス、イルデフォンソ諸島、ティエゴ・ラミレス諸島、そしてティエラ・デル・フエゴとホーン・ミサキの近くにある島々などがある。この辺りは南極収束線により北にあり、クルー50度と呼ばれる。他のア南極地域の島と違い、この地域の島に脇や草原であるさらに農地すらある。この辺りの島の標高が最も低いところにはツンドラと 万年雪と氷が少ない。これらの島はかなり南にあるが、阿南局地域と呼んでいいのかには議論の余地がある。なぜなら、気候も地理も他の阿南局の島と明らかに違うからである。南部52度から57度には、キャンベルアイランドグループ、ハード島と、マクドナルド諸島、ブーベ島、サウスジョージアサウスサンドウィッチ諸島、マッコーリー島などがある。ここも、 クルー50度に位置している。この地域の島の特徴は、ツンドラと永久凍土と火山である。この辺りは南極収束線より南にあるが、南緯60度よりは北にある。したがって南極収束線より南だが、実際には南緯60度以北なので南極に含まれると考えることができる。南緯60度から69度には、サウスオークニー諸島、サウス、 セトランド諸島、バレニー、諸島、スコット島、ピョートル伊勢島がある。すべて、正当に、南極地域の島であると考えられている。理由は、以下の3つ。南極収束線より南にあるから、南極海にあるから、南位60度以南だから、この海域を絶叫する60度と呼ぶ。上記のことを考えると、以下は、南極周辺の島の一覧と考えるべきである。 第二次世界大戦中の1942年から1945年までニュージーランドの科学者たちがコーストウォッチャーズとしてアナン局諸島に滞在していた。ドイツ海軍の通称破壊艦艇が退避してきた際に妨害するのが名目であった。この着想は科学者たちをいたずらに遊ばせておくのではなく研究を進めさせることが目的であった。科学者の配置は安全保障上の理由で 岬の遠征として続いた観光物の中で知られていた。スタッフにはロバート・ファリアが含まれており、後に著名なニュージーランドの科学者となった。大気と海水との間の二酸化炭素の交換図。阿南極モード水と南極中層水は、共に二酸化炭素を除流、つまり大気中の二酸化炭素を吸収し、溶液として貯める。ところで、水への期待の溶存量は、 一般に水温が低い方が溶存量が増える傾向にあり、二酸化炭素の場合も例外ではない。したがって、もしもアナン極モード水の水温が気候変動によって上がったら、アナン極モード水が貯められる二酸化炭素の量は減る。コンピューターの気候モデルを使った研究によると、もし大気中の二酸化炭素濃度が2100年までに 860ppm になったら、 阿南極モード水の塩分濃度と密度が下がる。阿南極モード水と南極中層水の水界の沈み込み能力と輸送能力が減ることにより、南極海における二酸化炭素の吸収量と貯流量を減らすことが潜在的にあり得る。およそ南海55度にあるビーグル海峡の植生の様子。北向きの斜面にしか木が生えておらず、南向きの斜面はゲ山である。 ここが南半球であることに注意。詳細はハード島の植物省と動物省の一覧を参照ハード島とその近くにあるマクドナルド諸島の風景は火山活動と強い風と波、そして気候変動によって常に変わり続けている。この地域の火山活動はハード島の南西の側面の新しい溶岩流により1980年代中頃から観測されている。 衛星画像によると、マクドナルド諸島は1994年から2004年の間に火山活動によっておよそ1から2.5平方キロメートル大きくなった。さらに火山によって新しい陸地も作られて気候が暖かくなり氷河が後退する。これら組み合わさったプロセスにより、モレーンやラグーンのような氷のない新しい陸上及び水圏のエコリージョンができる。 今はそこに新しい植物や動物が住めるようになっている。ハード島にはとてつもなく大きいペンギン及びペトロルのコロニーやゾウアザラシやオットセイなどの陸生で海の生き物を食べる動物の大きなハーレムがある。ハード島の大量の海鳥と海洋哺乳類によりこの地域はいわば生物学的なホットスポットであると考えられている。島を囲む海洋環境は 産後、海面動物、甲殻類、極秘動物などの種を支える多様で弁別的な海底区分体に特徴づけられる。この海洋環境は様々な魚の養魚海域としても役に立ち、商業的関心もある。定義にもよるが、阿南極氷河とは、阿南極地域に点在する島々の上に存在する氷河のことを指す。なお、 南極大陸の上に存在するすべての氷河は、ア南極氷河ではなく、南極の氷河と別に分類される。1850年以降の氷河の交代及び、氷河質量収支も、参照1990年から2000年にかけての、サンダファエル氷河の交代の様子。なお、後ろにあるのはサンクインティン氷河。南半球全体で、氷河が優位な割合で交代している。 南アメリカ大陸のアンデス山脈にある氷河については、コロンビアのネバドデル・ルイス火山、ペルーのクエルカヤ氷冠とコーリー・キャリス氷河、ボリビアのチャカルタヤにある、ゾンゴ氷河とチャーキニー氷河、チリのアコンカグア川の源流、そして北パタゴニア表現と、南パタゴニア表現など、現在も調査中で、非常に多くの証拠が集まっている。ニュージーランドと南極の氷河が交代する様子もよく、 記録されている。このことを念頭に置けば当然、多くの南極の氷河も交代している。氷河質量収支は、ケルゲレン諸島、ハード島、サウスジョージアサウスサンドウィッチ諸島、ブーベ島など多くの島の氷河で優位に負の値を取っている。ありがとうございます。